政治資金問題で鈴木財務大臣。納税を行うかは議員が判断すべき。に疑問の声。内容はこちら。鈴木財務大臣の発言に多くの疑問の声が上がっているようです。では、内容を見てみましょう。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、鈴木財務大臣は、収支報告書に記載されていなかった収入のうち、政治活動に使わなかった残額を個人の所得として納税を行うかは、政治責任を果たすという観点で議員が判断すべきだという認識を示しました。この報道を受け、次のような多くの疑問の声が噴出。ヒマロ、すげえ鈴木俊一。納税は議員が判断すべきと国民の三大義務の一つである納税をすっ飛ばす認識を披露する財務大臣。どっからどう見ても救いようがなく腐りきってる政権。早く取り戻さないと。ニュースシェアリング。じゃあ国民も納税するかどうか自分で判断していいんですね。哲也、鈴木俊一財務大臣、納税は議員が判断すべきだ。納税する、しないは、法律の規定に照らしてではなく、議員の申請に任せていいってことか。日本は法治国家じゃなかったってこと？田舎暮らしの小越。鈴木はアホか。納税は国民の義務であり、法規範に基づき納めること。こんな輩に私の税金の一部が議員報酬費として支給されていることに団長の思いが。水、ウェルビーイング。日本国憲法第30条。国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う、を知らずに財務大臣をやってるのかもしれませんね。搾取される平民。それじゃあ国民も遠慮なく納税するか判断させてもらいましょう。納税ボイコット一択ですが。K&M&Y&A。鈴木財務省が教えてくれました。納税は個人の自由。大切なことですからもう一度。納税は個人の自由。なんだかもう呆れますよね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。納税は国自の判断。そうだったのか。納税を行うかは国民も判断したい。すげえ。自己判断でいいんだ。納税しない権利がある。納税はしたい人だけ、だそうだ。へえ。その理屈なら国民も納税しなくていいな。もう厚生年金払わなくていいよな。脱税容認かよ。それなら当然国民も自分で納税するか決められるんだな。税金払いたくないから全額返せや。こうなりますよね。次はこちら。財務省様、よろしいんですか。ありがとうございます。さすが財務省の飼い犬。もう財務大臣なんて置かないで次官がやりゃいい。その方が罷免できるし官僚が言うこと聞くんじゃね。親父の代からそうやってきたんだろ。こいつ年取ったら親父にそっくりになってきやがった。さすがの老害としか言いようがないぜ。世襲議員の末路ですね。次はこちら。国税が雑所得と告知しているのだが、そもそも雑所得では、性善説ではなく性悪説でいきましょう。政治家の個人的な感想に任せてもろくなことにならないので、法治国家の立法府の人間なら法に従え。問題発言だろ、更迭しろ。すごいな、もうこの政権末期じゃん。さすがにこれはあかん。下手な発展途上国より破綻している。一度解体した方がいい。早く解散総選挙を行わないから岸田内閣がどんどん腐敗しているのではないでしょうか。最後はこちら。納税しなかったら罰則がある。その罰則が議員に適用されないから怒ってるんだが、鈴木、上級国民以外は脱税したら追徴課税な。徴税納税の概念を一気にぶっ壊してくね。じじいに政治やらせちゃダメだな。あとは死ぬだけだから先のこと考えないで好き放題やりやがる。
こういうのを見ると政治家は定年制にした方がいいじゃねってつくづく思うわ。国民の不満は高まるばかりですね。結論、政治資金問題をめぐり飛び出した今回の鈴木財務大臣の発言、納税を行うかは議員が判断すべき。これが許されるのであれば国民も納税したくないとの声が起きるのが当然ですよ。まあ納税は国民の義務である以上みんなちゃんと納税をするとは思いますが、税務署がクレーム対応に追われることは間違いないでしょうね。財務省の犬となり下がった政治家のせいで税務署職員がクレーム対応に当たらざるを得ない。あまりにもひどい仕打ちですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。